代表的な圧力モーターである、油圧モーター圧力モーターは、流体の圧力を機械運動に変換する、流体機械のうち、回転運動に変換する、原動機やアクチュエーターを指す、圧力モーターとも、流体の圧力を直線運動に変換するものは、圧力シリンダーという、圧力はポンプから作動流体を通して送られる。作動流体によって、次のように呼び分けられる。 ラジアルピストンモーターポンプは回転エネルギーを圧力エネルギーへ変換する。圧力モーターは圧力エネルギーを回転エネルギーへ変換を行うため基本構造はポンプと同様である。電動機と異なり高温な環境でも安定して運転することが可能。また動力源が停止した場合でもアキュムレートなどに圧力保存していることで運転することができるため防火 防水庫といった非常時に操作を必要とした機器に利用されている図はピストンモーターである5つあるシリンダーに順番に作動流体を送り込むことにより一様の回転を得ることができる油圧モーターは戻り油をポンプへ戻すための配管が必要だが空気圧モーターは空気を大気中へ放出すればいいので戻りの配管は必要ない気候により次のような種類に分けられる それぞれ可変容量式と固定容量式がある。歯車、モーターギアモーターベーン、モーターベーン、モーター円登場の回転紙に半径方向へ突出するベーンと呼ばれる板が付いている。回転紙とカムリングの間のベーンにて区切られた空間に作動流体が入り回転運動を行う。ネジモーター駆動ネジを主ネジとしそれと共に回転する樹ネジにより構成。ピストンモーター。 ありがとうございます。